をお願いいたします。それでは、ヴィッセル神戸選手会長、西井大吾選手より皆様にご挨拶をさせていただきます。皆さん、ここまで応援ありがとうございました。僕らサッカー選手、サッカーチームの強さというのは、心から応援してくれる人がどれだけいるかだと思っています。僕らはまだまだだと思います。ですが ACL でそう思ってもらえるようなプレーをしていきます。そうすることで結果はついてくると信じています。時間が許す限り、僕らの試合を見ていただけたら嬉しいです。それでは行ってきます。
タジアムの場内のライトを消して暗くいたします。スマートフォンなどの LED ライトを点灯させていただき、スタンドを鮮やかに彩ってください。